皆さんお疲れ様です。カイダーアーキテクツの中村手です。はい。ということで、今日もね、撮っていきたいと思うんですけど、今日お話しするテーマは、建築学科がね、闇とかね、ブラックとかね、そう言われることをね、よく聞くんですよね。なので、そう思われるね、理由みたいなもの、で、私はどう思っているのか、みたいなものをね、ちょっとお話しできればいいかなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということで、まずね、結論から先に言ってしまうんですけど、私は建築、学科とかね、ブラックというふうに思ったことは、正直ありません。ただね、言おうとしてることはすごくわかります。建築学科がね、ブラックとかね、言われてて、ちょっと高校生とかもね、建築学科って忙しいんですよね、みたいなものをね、私の方にも結構質問来たりするんで、私の経験も含めてお話ししていこうと思っております。で、まず、第一に、建築の大前提みたいなところをね、ちょっとお話ししていきたいんですけど、まず建築設計っていうものに関して、闇とかね、思われるものにつながってくると思うんですけど、やっぱり建築設計って競争なんですよね。で、誰でも簡単に作れるものではないじゃないですか。で、皆さんも、例えば、洋服とか買いに行った時に、気に入ったね、洋服が2つあったとして、それを、どっちか買わないといけないって思いながらも、2つ買ってしまうことって、あると思うんですよね。でも建築って絶対不可能ですよね、2つ作るっていうのは。で、やっぱり金額が本当にかかる、お金がかかるものですよね。家であれば一緒に一度の買い物っていう風になるわけですよね。自分の家を作りたいってなって誰かに設計を頼んだ時に、やっぱり一番いいね、ところを選んで作りたいじゃないですか。だからあなたが設計する場合でも、そのお客さんにとって一番になる、その他ね、多数の設計と比較した時にあなたのものが優れているということを、説明しないといけない、そういった職業に、そういったジャンルになるんですよね、建築設計っていうものは。だからね、建築設計っていうものは、コンセプトがあって、でプレゼンボードみたいなものを作って、ちゃんとね、その建築が欲しいって思ってるお客さんに説明する、そういったものも全部含めて建築設計なわけですよね。そういった大前提、最近は SNS とかね、いろんなね、情報の発信の仕方があって、単にね、コンペだけで仕事を取っていくっていう、時代じゃないのかもしれないんですけど、大前提としてそういったね、コンペ形式、競争ですね、っていうものがあるということを、覚えてね、話を聞いてもらえたらなというふうに思います。で、建築学科が、闇とかブラックって思われる、理由としては私2つあると思ってて、一つは、すごく忙しいってこと。これがね、高校生とかがね、建築学科のイメージを持った時に、忙しすぎて、サークルとかね、バイトとかできないっていう、遊ぶ時間がないとかね、そういった心配される一つの理由が、忙しいってことですよね。で、二つ目が、これ入ってみてからじゃないとわかんないかもしれないですけど、理不尽ってことですよね。この二つが主にブラックとか言われる理由なのかなというふうに思います。で、まずね、忙しいってことについてなんですけど、先ほど大前提として、競争っていうことを挙げましたよね。で、やっぱりね、競争である以上、評価されたいわけじゃないですか。で、他人よりいい案っていうものを作りたいわけですよね。で、それが建築設計の授業でもあるんですけど、そういうふうに他人に勝ちたいと思った時に、やっぱりもっといいふうにできるんじゃないかとか、ここをもっと変えたらいいんじゃないかみたいなものって無限に出てくるんですよね。なので、終わりが自分でなかなか決めるってことは難しい。だから、忙しいってことになるわけですよ。で、例えば、100人案を出したとして、8人ね、選びますよって言われたら、やっぱり8人に入りたいわけじゃないですか。建築設計がやりたいと思う人であればね。だから、勝つために、時間が必要になってくるわけですよ。それが、忙しい理由の一つですね。で、適当にやって単位だけ取るっていうことであれば、別に忙しくはならないと思うんですよね。もちろん必修の授業であればやらないといけないんですけど、それでも別に一生懸命に進みたいと思ってない人であれば、別にそこまでね、こだわりを持ってやらずに単位を取る設計をしてしまえば、別にそこまで忙しくならないわけですよ。で、忙しいって思ってる人は本当に建築設計が好きな人ですよね。建築の意匠設計に行きたいと思ってる人、そういった人は忙しいというふうに思ってると思うんですけど、逆に苦にならないというか、楽しんでやれてる人なのかなというふうに思います。なので、やってみて、忙しいけど楽しい、忙しいけどやりがいがあるというふうに、思える学科なのかなというふうに思います。で、別に本当に建築って意匠設計だけじゃなくて、本当に意匠設計よりもね、構造設計とか重要ですし、電気とか設備とか歴史とかね、もちろん施工とかもね、もちろん重要な分野っていっぱいあるんで、
高校生とかね、イメージとして設計したいって思うのかもしれないですけど、建築設計だけじゃないね、分野っていうものもたくさんやりがいがある分野っていうのあるんで、入ってみてね、もし、そういうのが難しいと思えばね、別の分野に、行くのもありなのかなというふうに思います。二つ目が、理不尽ってことですね。今の話は、まあ、建築設計の課題ですね、に関して忙しいってことと、まあ、理不尽ってことが、ブラックという思われる理由の二つなのかなというふうに思うんですけど、競争って先ほど言ったかと思うんですけど、審査、評価基準ってものは結構曖昧なわけですよ。それはもちろんね、デザインっていうことなので仕方のないことなんですけど、まあ、同じ先生にね、エスキスを見てもらってもね、先週と言ってること違うとかね、結構当たり前のようにあって、なんで自分よりこっちの作品の方が評価が高いのかわからないとかね、あいつには負けてないと思ったのに、向こうが選ばれてなんで俺が選ばれてないんだみたいなね、っていうものって、普通にたくさんあるんですよね。でもね、それデザインっていう分野上ね、仕方のないことだと思うんですよね。私は逆にそのデザインの課題で正当に評価しろっていう方が理不尽かなっていうふうに思いますね。だからこそね、やっぱり審査する側の気持ちにもなるってことがすごい大事で、やっぱりどういうふうに見られるかとか、どういうふうに評価されるかっていうものも、まあ、意識する必要があるのかなというふうに思います。でコンペとかでね、評価されたいのであれば、前回かな、前の動画で話したようにね、勝手に最優秀みたいなものをやってみて、客観的にね、どういうところが自分の作品の評価ポイントになるのかなっていうのを、把握できるね、力を身につけて、おくといいのかなというふうに思います。自分が例えば審査をやってみて、その後にね、本当の審査員のね、評価を見て、答え合わせをするわけですよね。そうすると、ちょっとずつね、やっぱり評価のポイントってものは分かってくると思うんですよ。そういったところで、理不尽さっていうものをね、少しずつ自分の中の理不尽さってものを少なくしながら、設計課題をやっていくといいのかなというふうに思います。今言った設計課題における、まあ、忙しいとか、設計課題が理不尽ってこと、これが、まあ、ブラックって思われている主な理由だと思うんですけど、それ以外にね、忙しいことっていうのものいくつかあって、一つとしては研究室、自分が所属する研究室の手伝いみたいなものですね。それと、先輩の手伝いとか、忙しかったりもします。で、研究室の活動っていうものは、大学のね、研究室の教授の先生によっては、自分のね、仕事のプロジェクトとかを、まあ、学生に手伝ってもらったりね、そういったこともあるわけですよ。なので、事務所に、アルバイトに行くみたいなものをね。で、アルバイトぐらいの時給のお金も出ないみたいなね。それは研究室活動の一環だから、みたいな。そういった、話もあったりします。それが、研究室の活動として忙しい。で、先輩の手伝いとして忙しいっていうものは、大学ね、4年生ってなると、卒業設計ってものがあるんですけど、卒業設計って結構1年間のね、集大成で大変なので、後輩とかね、呼んだりして、手伝いをね、お願いしたりするわけですよね。で、後輩は先輩のね、卒業設計手伝うことは、まあ勉強にもなるんで、やるわけですよね。で、そういったものが、まあ授業とは別に忙しいってことなのかなと思います。で、これに関してはね、全部断ればいいと思うんですよね、私は。で、もちろんね、難しいっていうのはわかるんですけど、でも自分の時間ですからね、研究室の活動に関してはなかなか断りづらいとは思うんですけど、私の研究室はね、そういった、その先生のプロジェクトをやるっていう研究室ではなかったので、本当に自由にね、コンペとかやったり、してましたね。で、なかなかまあ、断ることは難しいとは思うんですけど、逆にそういった研究室に行かないみたいなものが、まあできるとね、自分の時間に使えるのかなと思います。もちろん、その先生のね、手伝いに行くってこともね、すごい、まあ勉強にはなると思うんで、自分の時間がなくなるってことが苦にならないのであれば、もちろんそれも勉強になるかと思います。で、先輩の手伝いに関しては、ちょっと忙しいとかね、思うのであれば断ることもできると思います。で、私もね、実際1、2年生の時も誘われたんですけど、手伝いに全く行かず、3年生の時に初めて先輩の手伝いはしましたね。で、周りの友達はみんな1年生とか2年生の時に、4年生の先輩、だから3つ上とかの先輩の手伝いとか行ってたんですけど、私は一切行きませんでしたね。で、ずっと自分の、まあ、自分のことっていうか、まあ、普通に勉強したりね、建築のことを知ったり、いう風な自分の時間に当てていました。で、本当に私は結構自分の時間が好きなので、そういう風に過ごしたりも別にできるとは思います。なので、私はね、建築学科が闇って思ったことはないです。本当に、忙しいとかはね、わかるんですけど、理不尽に対してブラックとか言う人は、まあ自分がうまくいってないだけなんでね、
うまくいくための、まあ、努力をして評価をすることができればすごい本当に楽しくなると思うんですよね。で、私なんて本当にセンス全くなくて、結構前かな、建築スキルを上げる方法みたいな動画に出てもらった麻婆さんなんてもうマジでセンスの塊ですからね。私なんて全然、設計やっても選ばれない、麻婆さんなんて線引けばかっこいいみたいなね、そういったところもあったんで、本当にね、それに私は追いつくために自分なりの勉強をしてきたと。それで建築のね、衣装設計として今仕事してますし、学生の頃もね、コンペとかね、取れたりもしたんで、そういった自分のために努力できれば、ブラックとかね、闇とか感じることはないのかなというふうに思います。で、頑張り方みたいなものはね、そういった動画をたくさんこのチャンネルでも作っていこうというふうに思ってるんで、ぜひね、チャンネル登録してもらえたらなというふうに思います。それでは本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。